それではよろしくお願いいたします。ページ目めくっていただきまして、3ページ、ハラスメントとはというところに入らせていただきます。現在職場の3大ハラスメントと言われているものが、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントということになります。でそのハラスメントに潜むリスク、絡むリスクということで最初にお話しさせていただきたいんですが、まずはその全てのハラスメントに共通することとして、職場の士気低下、人材の流出ということが挙げられます。